もう平らじゃなかったもんね、要するにね、エアのフリースタイルの何でしたっけ、あ、はいはい、ボコボコのモーグル、モーグル、モーグルコースだったもんね、あ、ちなみにこれです、ブレーキパイプの穴開けたんですけど、はいはいはい、あ、こっちの方が見やすいかな、はいはいはい、厚み、はい、すっごい厚みじゃん、ええ、これほとんど樹脂、そうだよね、このこの、あ、裏側と裏側と表なんで、え、こんな厚さやってんだよ、これが裏側で、こっちが表側ってこと、鉄板、あ、鉄板ほとんどないじゃん、そう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 、それなんで、これは効きますよこれは効きますよ、嘘、これ後ろ側でしょ、で、これが表側、これ、ここだとちょっとあれが見えますね、はいはいはい、鉄板のこのほんのちょっと光ってる、はい、1ミリぐらいの、はいはい、筋が、ここここちょっと写真も撮れる、これしかないんですよ、うっさー、ほんまね、信じられないね、昭和、やっぱ昭和の昭和の車は結構こうですよ、あの平成後半にならないと熱くなってください、おっちょ、それであれなんだ、これが袋なわけ、そうそうそう、ここは荷重できるから袋ってこと、うん、袋だ袋だって言ってたわけ、ここは、あ、これは熱いよね、ここはあれだもんね、鉄板だもんね、で何、自分でもびっくりしたわけ、ある程度この厚みはちょっとビビりましたね、そうだよね、鉄板の薄さはもうあの、まあ、ある程度それ 3.2 ミリだとか3ミリだとか言ってたじゃん、ポイントはここら辺なんですけど、そうそうそう、ここ見て 2ミリぐらいかなと思って、ああ、はいはい、あのフランジのね、肉厚が出てる、それであれなんだ、ここにクラックが当然入ってたわけだ、何もここにクラックが入って入ってるって、圧縮されて疲労を起こしてってやつだもんね、そうですね、うん、ここが袋になってて、そこの境目がこう消えてたんですよね、うん、縦にあの、うん、もう下まであれだもんね、クラックが50ミリ以上の走ってたもんね、ずっとね、50ミリないから2、30、あ、そうだっけ、うん、走ってたもんね、うん、目で見て分かるクラックだからね、相当なもんだよねもうヘアクラックっつうのは通り過ぎて、あ、これ割れてるっつ、ひびが入ってるっつクラックだもんねクラックって言葉知らなくても、あ、これひびだっつとやっぱ結構この端っこ処理したら意外に厚く漏れる、うん、漏れてる、うんうんうん、効くかな、効くね、確かに、でここのところは結構バッチリいってるそうじゃん、なんか、スカスカじゃないもんね、そうなんですよ、うん、おー、なんかでもその感覚だとあれだよね、このこのバケツ本体をその厚みの感覚だというと作ったって感じだよね、そうですね言葉は悪いけど真ん中に挟まってるそのバケ、それ板金って呼んじゃっていいよね、この辺全部板金って言いますからねその厚みだとプレス品質より板金つっちゃっていいよね、薄い加工これは何、あのもうあの配点材とか高張力鋼板とかいう分野の材料なんですか、この時代生材だったんですね、あ、なるほど、うん、一般発電工にちょっとそれのお兄ちゃんみたいな、SPCC のお兄ちゃんみたいな、 SPCC270 とか、はい、あ、そうなの、うん、で一般発電工ってやつ、だと思いますよ、手で曲げれば曲げられますよ、この昭和の時代じゃ、うん、昭和の初期じゃ、だってこのあれ車だってそんなに古くない車じゃないですか、平成2年とかですかね、今年は平成10、あ、そっかそっか、ね、そっか、10年以上経ってるのか、うん、平成初期12、3年か、そっかそっか、昭和末期の車って、あ、そっかそっか、そういうイメージですね、そっか
もう平成18年になってるんだっけ、うんうん、まだ平成6年か7年ぐらいかなと思ったら違うんだもう20年に下手すると手が届くそっかそっか平成生まれの成人しますよ、ね、あ、そっかそっか、そうだね、いいね、対策は立つか立たないか別にして、うんうんうん、あの一応施工を納得できるかできないかっていうところの、分からないより分かってた方がいいもんね、そうですね、うん、この2点ぐらいが、ああ、そうだね、塗るときに下手すると少し揉んじゃって、うんうん、樹脂入れちゃった方がかえっていいかもしれないよね、はいはい、こういうとこ ね、 うね、もうこれ完全に浮きだもんね、うん、こうあれですかね、こう穴をこうこうこうって、うんうんうん、開けとけば一番こっちだから上の方から、はいはい、ここで、ここでしょ、そうですね、ここは入ってるもんね、うん、だからここら辺に開けとけば、うん、うんうん、あと染み入れちゃう、ええ、じゃないですか。それでもう一度最後やった、明日固まるから叩いてみれば音違うはずだよね、うん、この音、そうですね、完全に、うん、